こんにちは、スタヤートイレのベルちゃんです。こんにちは。久しぶりにメキシコに帰ることになりました。それでね、なんか家族にお土産を持っていきたいんだけど、一番ベストはお菓子です。日本のお菓子、これからねちょっと買いに行きたいと思います。行きましょう。ということでベルちゃん、みんなにお土産を、とりあえずさ、いろんなのさ、お菓子さ、ちょっと入れまくろうぜ。オッケー、じゃあとりあえずね、これなんかドラえもんっぽいから、これちょっと買いたい。あとこれ超かわいいんだから、超かわいい、多分みんな好きだと思う、これで。あとは、あとはこれね、きびだんご、桃太郎の話のきびだんごで、あとこれタバコポイだから、これも。何買ったの？これなんかドラえもん。ドラえもんだってこれ。あと、なんだっけ、このやつの桃太郎のきびだんご、うん。桃太郎。私もきびだんごから何かわかりません。うん、これ超かわいいやつ。何これ？おもちゃみたい。いっぱい入ってる。プレゼント買うんだったのがいっぱいじゃないの？ダウン。ダウン。30個入ってる。ピカチュウでしょ。ピカチュウ。ピカチュウ。これ多分ね、面白いと思うよ。でもこれね、水に入れるじゃん、うん、そうすると泡がいっぱい出る。意味わかんない。まあでも面白いと思う。何がいいんですかね、なんか外人の人のお土産。どうなんだろう、きなこ棒。きなこ棒が一番人気、2、3年前のやつで、どこの国かわかんないけど外国人にめちゃめちゃ人気なきなこ棒。1位でしたね、ランクで。はい、これ、これ何、これモロッコフルーツヨーグルト。これの、あったってボトルラーメン。寿司キャンディー。寿司キャンディーは美味しい。これね、ハッピー。ハッピーパーティー。あ、ハッピー、え？グミです。あ、グミ、グミね。当たりがあったら、うん、スロット。横浜、チョコレート。メキシコ人の大嫌いなうんち。これはね、外国人に超大人気のきなこ棒だって。マシュマロ。ガム。これはね、俺、ちっちゃい頃、毎日食べてた。ルーヘンの好きな。わさび。わさび嫌いだよね。水に入れると泡が出るんですか。うん、多分なんか水に溶かしてなんかなるんですよ。僕も食べたことないけど。食べたことない。水に溶かしてストローかなんかで、ストロー入ってるから。これめっちゃうまい。これはおつまみっていうか、なんていうかね、おつまみ、うん、おつまみみたいな珍味っていうか、お前ですね。うん、これも形が可愛いから。惜しい、惜しい。あと60円で1万円。今がね、9,940円。あと40円、タバコチョコ。タバコチョコ、チョコじゃない。チョコじゃない、ラムネ。ラムネなんだ。おー、あと6円。あー、6円。ラムシャルなら値引きしましょうか。やった。じゃあちょうどぴったし1万円みたいな。ただ1万円10円で5円引き、5円引きしてもらって1万円。ということでね、うん、どうですか、こんな感じでメロちゃんの家族にプレゼントと、うん、あとなんかメキシコでなんかピニャタっていうね遊びがあって、うん、そのボールみたいなのがあって、その中にお菓子を全部詰めるの、うんうん、でそれを子供がみんな割るんだよね。そうだよね。でそれで落ちてきたやつを子供がお菓子を取り合いするっていうゲームがあるから、うん、そのための景品と、そうだね、プレゼントみたいな感じで。そんなもん出まして、はい、ちょうどじゃあお預かりします、うん、はい、ちょうど1万円です。イエーイ。ということで楽しいと思ったらチャンネル登録と高評価お願いします。アディオスアミゴス。